中川秀直2月2日台は、日本の政治家。自由民主党所属の元衆議院議員。旧政佐藤。元衆議院議員、中川俊二の女性。元衆議院議員、中川俊直は次男、ノーベル科学賞を受賞した白川秀樹と懇談する。中川自由民主党商工部会長。総理大臣補佐。科学技術庁長,長官。内閣官房長官。 自由民主党幹事長、自由民主党政調会長などを歴任した。1997年拉致問題を取り上げた西村慎吾議員を衆議院に予算予算委員会で罵倒財政再建に対しては上げしよう派とされている。消費税を増税するよりも、まず政府の無駄な出費を減らし、欧米並みの名目経済成長率で極力解消させる方針を辞書などで、 金ね,ね主張している。これを悪魔的手法と評した良さの薫を筆頭とする財政再建重視派と対立しているとも言われる。2012年6月26日の衆議院本会議における消費増税関連法案の採決では自民党議員の中でただ一人反対の意思を示すために欠席した外国人材交流推進議員連盟の会長として 移民の受け入れに積極的であると言われる。日本における将来的な労働力不足への対応として、総人口の10%を移民が占める多民族共生国家を50年がかりで作ると宣言している。日本を移民国家として定義し、移民法の制定や移民庁の設置を提言している。外務省アジア局の北東アジア科会員だった木内実が、 文部科学省に働きかけたセンター試験外国語科目への韓国語導入に当時官房長官の立場で関与したとされる。学府である中川俊二の後継者として正解入りしたが政治家の世襲立候補に対して批判的な姿勢をとっている。2009年4月23日の講演にて、秀直は世襲候補者をめぐる議論について触れた上で私には 息子が二人いるが自分の選挙区を継がせるつもりは全くないと断言した。同年5月13日発売の週刊文春には息子の年直と共に登場し、秀直は自分の選挙区から息子を出さない、年直も父の選挙区から立候補しませんと発言し、世襲放棄宣言を発した。しかし、息子への世襲を否定したものの学府から地盤を譲られた。 秀直本人は従来通り立候補すると主張しているため国土交通大臣の金子和義から世襲禁止というなら現職も辞めなければ自分の身は安全に置いて次はダメというのは国民が納得するのかなと思うと指摘されるなど疑問視する意見が相次いでいる。また、年名は2006年に秀直の選挙区の最大の評伝である。 東広島市の市長選挙に立候補したが、落選している。2010年1月には、年なは参議院広島県選挙区からの立候補を目指し、自由民主党の公募選考に応募することを表明し、応募者5人による予備選挙に臨んだが、党員の支持を集めきれず、前衆議院議員の宮沢洋一が公認候補に決まった。年なは父、秀直の引退表明後、 自民党の公募に応募し、父の後を継ぐ形で広島4区から出馬が決定。2012年の第46回衆議院議員総選挙に出馬し、前回の選挙で父を下した、空本正規を破り初当選するも、父と同様愛人問題を起こし辞任、離党している。2006年6月に統一協会の集団結婚式に祝電を送ったと、 日本共産党の機関紙新聞が旗に報じられた。2007年2月18日に行った宮城県仙台市での講演で首相が入室した時に起立せず、閣議が始まっても死語をやめないなど、忠誠心がない閣僚は官邸から去るべき閣僚や官僚には首相に対する絶対的な忠誠心が必要だなどと発言し、安倍内閣閣僚の緊張感が欠けていることを嘆いた。 閣僚の問題発言などが目立つ中、内閣官房長官、塩崎康久を呼びつけて出席した。党の幹事長が内閣官房長官を出席するのは異例であり、産経新聞では投稿官定例を印象づけたと報じられた。2007年9月12日、安倍晋三は突如首相辞任を発表。 第21回参議院議員通常選挙で歴史的敗北を起死した後もその職に止まり政策遂行への意欲を示し続けていただけに突然とも言うべき辞任宣言には様々な憶測が乱れ飛んだその決定的な理由とされたのがいわゆる麻生ーーデター説であるつまりインドなどアジア諸国が言うお駅国後発足した第一次安倍改造内閣で 安倍は全く人事権を行使できず、自民党幹事長に就任した麻生太郎と内閣官房長官の地位についた与謝野馨が完全に人事の主導権を握り、最も信頼していた麻生に裏切られたと感じた安倍が絶望の極地に達し、辞任へと繋がった。これがクーデター説と言われるもので、安倍首相辞任の同日に放送されたニュースゼロでルフされ始める。これにより、 町村派内で、麻生擁立論が急速に絞むなど、安倍公認に当初絶対的有利とされていた麻生は、一夜にして失速、翌日出馬表明した、福田康夫元官房長官にため公開を除く、全派閥幹部や小泉純一郎前首相が指示を表明し、福田総裁への流れが作られることになる。だが、このクーデター説は後に、風説のルフ、デマであることが、明らかになる。 週刊新潮、週刊文春了9月27日号は、クーデター説は悪質なデマであり、この件をマスコミに流したのが中川であると断じている。また、クーデター説定着に一役買ったとされる片山さつきとはかねてから近しい関係にあり、優勢選挙の際、中川は応援に出向いている。2008年自由民主党総裁選挙では所属する、町村派のベテラン勢が、 麻生太郎を押す中、小泉改革路線の継承を掲げて、女性候補、小池由里子を擁立する分派行動に出る。総裁選の結果、麻生政権が発足すると非主流派の急戦法になるとともに、町村派内の麻生支持グループとも対立。2009年7月の麻生卸しでは、主導的役割を担うが、麻生政権下での衆議院解散、総選挙が決定すると麻生と和解した。 しかしこの総選挙では、小選挙区で敗れ比例復活で再選したことから、求心力が低下。同年10月、町村派を退会した。2000年、写真集会。職務上知り得た秘密を捜査対象者に漏らす行為は、国家公務員法違反、捜査妨害容疑に該当する可能性があり、野党から追及された。2000年10月26日の衆議院、内閣委員会では、 戦国義人とや長妻明らが中川に対し直接質問するなど国会審議でも取り上げられた。長妻が提示した録音テープのやり取りによれば中川とされる人物がともかく何か覚醒剤の関係で警察も動いているよ。多少警視庁の保安課が動いているから。覚醒剤の動きが確かにあるよ。本当に、いや。 君の関係を内定しとるチューンだよと女性に対して発言しており、情報の出所については、中川とされる人物が、それは警察情報だよ。そう、私の方の情報だと発言している。このテープのやりとりについて、長妻は、どう考えても、あなたの声なんですよ。言い回しも含めてと主張したが、中川は、そういう会話をした覚えはございません。記憶もございません。 そしてまた、そのような情報を得てそういうことを伝えるなどという、そんなルートもなければ、そういうこともございませんと答弁し明確に否定した。また、中川の寝室内で撮影した愛人とされる女性の写真についても国会で取り上げられた。その際の中川の答弁によれば、中川の運転手に対し見知らぬ女性が、中川邸を見たいと願だったため、運転手が、 女性の要求に従い寝室に案内したことがあり、雑誌に公開された写真はその時に撮影したものではないか、としている。中川の説明に対し、長妻は常識で考えておかしい、不可解な話であると指摘している。その後、一連の騒動の責任を取る形で、内閣官房長官辞任を発表した。2005年5月16日、在日韓国人系信用組合、 近畿産業新素の青木貞夫会長や幹部が本店の部長や支店長に指示し自民党国会対策委員長の中川秀直、衆院議員の政治資金パーティー券を販売させていたのが発覚。青木会長がオーナーを務めるタクシー会社 MK が中川事務所から引き受け金三振の職員に販売させた。枚数について中川事務所は MK に100枚。 青木会長は、金三振で70から110枚としている。政治的中立を求めた中小企業等、共同組合法に定触する可能性があると報道される。2007年2月22日、中川の自宅や講演会事務所が財団法人所有の土地に建てられていることが発覚した。財団法人は公益法人であり、政治家の講演会や、 個人の自宅として指摘しようすることが問題視されている。中川家について、中川秀直物語、衆議院議員、中川秀直公式サイトによれば、佐藤豊中川秀直、中川俊直、中川俊治勝子、消費者金融など貸金業界の政治団体、全国貸金業政治連盟から政治献金を受けていると、 日本共産党の機関紙、新聞赤旗は伝えた。ありがとうございます。